おねだり雑談しています。この機会にぜひチャンネル登録をお願いします。それでは最後までごゆっくりご視聴ください。かたまチャンネルです。はい、こんばんは。こんばんは。先生よろしくお願いします。お願いします。はい、本日は4月の7日ですね、はい、そうですよ。はい、日曜日の夜ですね、はい、夜に、はい、はい、9時5分7分ぐらいですか。ちょっと待った。そうですね、はい、そんな時間です。はい、うん、はい、はい、水曜日、うん、はい、お花見っていうことで。あ、そうでしたね。はい、お休みいただきまして、お休みをいただいてしまいましたのでね、うん、あれですけれども、まあなんか久しぶりにね、やってる感じですけどね。ほほっと、はい、1年ぶりですけどね。はい、あ、今日ですか。はい、はい、1週間ぶりですね。はい、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 あ、ラブルさん、こんばんは。こんばんは。はい、早速来ていただきました。ありがとうございます、うん、穴場のね、うん、いいとこ見つけまして。まあまあ、そうですね。少しちょっと丘みたいなところから、そうです、人々を見下ろしながら歩きしましたけど、ね、はい、まあ大して歩いてないんですけどね、うん、片付けパカパカッと、はい、仲間に疲れた、ぜーぜー言うてました、びっくりしましたけどはい、佐藤さん、こんばんは。こんばんは。近所の桜が満開で綺麗でした。あ、いいですね。ねー、はい、いらっしゃいませ。先生も桜も満開で可愛い、満開です。ありがとうございます。秋元さん、こんばんは。いらっしゃいませ、はい。早かったら、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。店の髪飾りも公開です。ありがとうございます。おおきに、はい、こちらも満開だそうです。日本全国、うん、どこもかしこも満開ですね、うん、はい、雨はね、うん、まあ、多少降ったりやったりしますが、はい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 、うん、東京も満開、いいですね、ね、はい、皆さんはお花見はされる方なんでしょうかね、皆さんね。そうなんじゃないですか、わかります。あ、ハーフアップさんも、はい、こんばんは。はい、こんばんは。ありがとうございます。はい、はい、高校生ぐらいだとあまり花見に興味がなさそうなイメージもありますけど、高校生の時に花見に行った記憶ゼロですね。私は、僕は親に連れられてちょっと行ったとかっていう、はい、あー、まあ素通りですけど、はい、花見団子です。そうですよ、花見しながら団子食うのがいいですよ。そう、本当だったらね、そういうちょっといい感じの時間が欲しいところですけど、はい、今度母と、花見行きます。いいじゃないですか、うん、お母様と、うん、お弁当とね、はい、お酒持って、あ、そうですね、昼間から先生はビールを、ギャップギャップのコミッションであげましてね、グリグリ行かせていただきましたけれども、うん、はい、あのね、うん、暖かいところで行きましたんでね、うん、うん、ね、桜を一人で目でしょ、でもね、一人もいいんですよ、一、うん、人でね、じっくりお花と向き合いながら、うん、いいと思いますよ。あの、ほんとちょっと見ながら歩くだけでもね、全然気分がやっぱり、はい、そうですね、違いますよね。一回だけ咲く花ですか。はい、はい、綺麗ですよ。配達帰りの公園の桜見ながら散歩に、あ、いいですね。うん、それもなんか。あります。CM が一本作れそうぐらいのね。情緒がある。はい。観光地の。はい、私は住んでいた地域の行事で、神社の敷地でお花見、あ、いいですね。ああ、いいですね、うん。その神社の敷地っていうのがいいです。はい、昔はって感じ。昔はね。うん、あの、そうですね、まあ、 あのコロナとかでだいぶそういうのがね、そうですね、宣言されちゃった期間があります。うそうです、そうですよ。ラビさん、こんばんは。こんばんは。どこの桜も占拠されてて、花見が向いてる、まあ、なるほど。まあまあね、あれはもう争奪戦ですからね、あれに命かけてるような感じをしていますからね、毎年ね、投げ入れしてますからで、あ、うーん、投げてね、そのあの敷物をここ私は取ったから言うて大騒ぎしてる方いらっしゃいますか。まあね、そんなに早く散るもんでもないんでね。そうです、散り際の桜もいいもんですからね。そう、ちょっと風が吹いただけでブワッとね、今年はね、はい、先生とちょっとお花見行ったところは、はい、6分咲きか7分咲きぐらいですか。そうですね、うん、まあ満開ではなかったと思いますね、散ってもいなかったんで。そうですあんまりその風流さはなかった。風流はないです。犬がよく散歩してましたね。めっちゃ吠えてた犬いました。そうです ね、だからそういうのが多かったかなって感じ、ね、吠えてる犬、
を散歩させてる飼い主のジジバは上から眺めてます。で、怖がる通行人って感じですね。そうですね。怯えるおばさん。怯えてずーっと立ったすぐ出たおばちゃんいましたね。怖い怖い言うて。桜吹雪の話が多いですね。そうですね、それが綺麗ですからね。散ってるところほんと綺麗だった。綺麗ですね。ただただ咲いてるのもいいですけど、はい、散ってる桜もね、うん。今年はちょっと遅かったので、入学式までもつかと思って。いや、入学式の時にね、スーツを着て、スーツいいんですか、スーツですよね。いや、高校生。あ、ここだ。で、制服を着て。はい、制服あるのかもわかんないですけど、うん。スーツを着て。どっちでもいい。僕らのね、きっと一緒に撮るっていいんですよ。そうあれが、うん、あれはね、ぜひ撮っといてね、欲しいです、ね、そうです、はい。ピアオトさん、こんばんは。こんばんは。いらっしゃいませ。能登鉄道に桜のトンネル駅があるので、復興したら行きたい、はい、ああ、うん、そうなんですね。はいはい、それこそやっぱりね、金沢のお酒かなと思ってね、はい、行ってる。はいはいはい。金沢のお酒、ああ、金沢ね、はい、石川県のね、はい、石川のお酒は美味しいですので、ね、米どころ、一応米どころですから、はい、うん、そうですね、そういう風流なね、時間があったらいいなと思いますけれども、僕と先生が行ったところ、本当の穴場ですね、あそこね、もうほぼほぼ花見客いないところだった。なんか、でも散歩の客、散歩って犬の散歩ばっかりですけど。あ、なんであんなんなんですかね、しかしね、まあ、近くに実はもっとものすごい耐えてるところがあるんで、あ、そこに集中してるだけなんですよ。今がそっちがいいかなってことなんでしょうけどね。弁当広げてのんびり食うんだったら、ね、あそこ最適でしたけど、ね、はいはい、いいですね、あそこで、桜の咲く入学式いいですよ、そうですね、なんか昔のイメージですよね、大昔の。いや、でもそうね。いや、それうまくいくことってほとんどないじゃないですか。ああ。ね、時期の昔のその小学校の入学式の時に、お母様が着物、うん、で子供がランドセル、はい、桜の木の下でみたいな、まあ、そういうイメージですから、はいはい、とうとうボンクラが高速認定受験、はい、そうですね、そうです、そうです、先ほどちょっとその話、それはね、なんとなく分かってたことですからね、なんとなく分かってたっていうか、そうせざるを得ないだけですからね。はい。コートダジュールで、優雅に不安みたいな。いいですね、今はね。見れたらいいなって感じで。日本酒ですよ。桜はね。まあ、暑い時期になるとロゼワインがね、美味しくなりますので、あっちの方の、プロバスの方は。まあ、どっちかって言ったら、チポッと開けてね。まあ、カンヌですね。発泡酒なんかみたいですけど、私は。マジックさん、こんばんは。こんばんは。あ、発泡酒じゃなくてビールでいい。シャンパンってことですか。あ、そうです。それがそういうことです。はい、ということですね。はい。はい、皆さんいらっしゃいましたので、ね、冒頭の話の方を取ります。はい、お願いします。はい、コースにも結構大変ですよ。あ、そんなことないですよ。高卒、そうですね。高卒認定は、教科数が多いだけで。来たことないって聞きますけどね。やっぱ、まあ、ボンクラ君にとってはね、大変かもしれません。もしかしたらね。はい、簡単だと思う。人によっては。あんなの過去問、本当に丸暗記で解けちゃいますから。まあでもまあ、わかりませんよ、そのとこは。じゃあ、むしろそれダメだったら、本当にダメだったんですよね。はい。友達を出しにして自分が、自分あげそうですね。友達の倍点数取ったってましたけど。友達が言葉からなのか、うん、ってか僕はそもそもやっぱり受験してないと思ってるんで、点数にしてもないでしょ、全部嘘だと思います。そうだね。いや、出るくれました。はい、皆さん、こんばんは。こんばんは、いらっしゃいませ。はい、ようこそいらっしゃいました。ありがとうございます、うん、はい、じゃあ行こうかな。はいはい、いいですか。はい、お願いします、うん、はい。台湾の地震ですね。はい、そうですね。はいはい、本当に友達なんですけど、私が全部嘘だったんですけどね。え、はい、そう、嘘ですよ、うん、そうなんだよ、不可能ですから倍なんて。はいはい、台湾ですね。はい、カレンって言うんでしょうか、肌に足とか言って、はい、の、頭部を切って書いてありましたが、はい、ほぼほぼ陸からちょっとのところですね。はいはい、起きた地震ですね、はい、4月6日どれらい歪んでますけどね。見てじゃないか、もっと前か、はい、まあ阪神淡路大震災のビルの歪み方と似てますね。
あ、これですね。はい、はい、はい。ね、うん、だから、あ、そう、6日の時点で、はい、新たに3人の、はい、死亡が確認されたってことで、はい、亡くなられた方が13人に。あー、そうなんですね。はい。少ないですね。うん。これだけの大きい地震やのに。まあ、まあそうですね。うんうん、はい。1回目の地震で避難していた女性がこのマンションに、はいはいはい、あの飼い猫を助けに行った際に、はいはい、余震で傾いちゃいまして、はいはいはい、でそこで死亡されたそうです。あら、はい、ちょっと怖いですね、うん、で7階に、はい、あの1人で住んでたので、7階、はい、はい、なんで、あ、これ1階部分がぐしゃっと潰れちゃったんですよ。あ、はいはいはい、はい。なんで多分、その、猫助けに、入った瞬間ぐらいに多分余震で。はいはいはい。はい、うん、怖いですね。そう。大変そうですね。心配ですね。暑い地震は怖い。怖いですよ、めちゃくちゃ。うん、まだ他にもですね、うん、120人ぐらい、うん、まあ、ここのビルだけじゃなくて、はい、はい、閉じ込められてるらしいんですが、あ、まあ、ちょっとどうなるかわかんないね、うん、行方不明の方とかもいらっしゃるでしょうしね、うん、うん、猫ちゃんは、はい、まあ、おそらく、はい、その7階にいたっていうことなんで、はい、無事だったと思うんですよね、はいはいはい、救助を待っていればこの女性も、あ、まあそうですね、はい、亡くなる必要はなかったのかもしれないですけど、うん、うん、そうそう、ニャンちゃん、まあでも確かにちょっとこれもう傾いてね、はい、ドーンっていくんちゃうかって思いますから、はい、一見、うん、そうそう、なりかけてて、うん、で今はあの解体、はい、この状態のまま解体しようとしてまして、はいはい、まずちょっと一番危ないのがガラスなので、はいはいはい、ガラスを重機で、はい、あの全部割って下に落としてる、はいはいはい、でそれからあのだんだん上から崩していくだと思うんですけど、はいはい、そうですね、はい、いや、ものすごく怖いですけど、うん、いやだからほんまにね、久しぶりに見たっていうかね、はい、こういう倒れ方してるやつを、うん、まあ、うん、そうですね、能登の方は割とこう低い木造の住宅がぺちゃんこになってるぐらい、古いお家の、はい、お家がね、うん、潰れたねっていう感じで、はい、まあ、ビルがぶっ倒れるような感じじゃないじゃないですか。そうですね、はい、はい、で、あっちもそうでしたもんね、あの東日本大震災の、ね、うん、時もそんなにね、そういうの、まあ、あれ多分何津波でね、はいはい、急されちゃってましたんで、あれですけど、はい、わけわからなくなってますけどね、うん、で今回のこの原因なんですが、はい、台湾も、はい、あの南海トラフに関係しているフィリピン海プレート、はいはいはい、これにかなり近く隣接してるんですよ。あ、そうなんですか、はい、なので日本並みに地震自体も多いんですよ、はいはい、で今回はそのプレートの、はい、すぐ脇ぐらいで、はいはい、地震が起こったってことですね。いや、ちょっとね、怖いですね。やばいですよね、うん、子供も猫も一緒なのかな、うん、肺病かは、うん、まあそうなんじゃないですか、ね、まあ、そこは区別はないと思いますけどね、うん、はい、うん、まあ生き物ですからね、うん、助けられるなら助けたいっていう気持ちはね、あ、そうですね。で、まあ、この、フィリピン海プレートの地震は、はいはい、まあ、最近で言うと大きいものだとですね、台湾の方ですね、2016年、はいはい、死者が117人出た、うんうん、はい、地震があったのと、はい、1999年ですね、はい、こちらはあの2400人ぐらい亡くなってるんで、はいはいはい、お、かなり大きい地震、頻発してる、はい、あ、おはぎさん、はじめまして、はい、初見さん、こんばんは、ようこそいらっしゃいました、ありがとうございます、うん、雑談してますのでね、ね、よろしくお願いします、はい、いろいろ食べてます、はい、食べてますので、はい、参加していただければ、ね、はい、ありがたいですね、ありがとうございます、うん、はい、で今回の場合は、まあ、先ほども言いましたけど陸地に結構近かったっていうのがあって、はい、うんうんうん、津波自体も小さかったみたいですね。まあ、それに関しては良かったですよね。そうですね、うん、あのもう少し沖合の方で本当に地震が起きてたら、はいはいはい、それこそ沖縄の方に、はい、あの言われた通り、そうですね、はい、あのメートル級のね、はいはい、津波が消えた可能性もありますので、私ももう沖縄にね、はい、地震来るのかな思って、うん、びっくりして見てたんですけど、はい、うん、案外来なかったですね。そうですね、はい、30センチぐらいって言ってましたね、うん、よかったですよかった。ただ30センチでも足すくわれると、うん、はい、結構あの、そうですね、流されちゃいますね、何センチでも危ないって言いますからね、うん、はい、うん、まあまあでも30センチがね、はい、もう沖縄全体に
行き渡ったわけじゃないですからね。まあそう、だからまあまだ良かったなと思いますけど、はい、うん、とりあえずあの、はい、ね、はい、今までいろいろね、はい、日本に対するその地震の募金とかね、はい、いろいろしていただいてますのでね、はい、うん、ここでやっぱり恩をしっかり返していきたいっていうふうに、そうですね、そうです、そうです、そうですよ、はい、はい、はい、まあ、まだちょっといろいろ混乱されてるところもあると思うんですけどね、落ち着いた時には、そうですね、はい、とにかくですね、うん、まあ、亡くなった方にはお悔やみを、はい、申し上げます、はい、そうですね、はい、あー皆さんありがとうございます、ありがとうございます。台湾には行ってないですよね、彼はね、沖縄自体がサメの呪いで津波に行ってですね、もうあれは、うん、まあちょっとね、そこはどうなるかありませんけどね、さすがに住んでるところなんで、はいはい、自分が被災するっていうところまでは行かないんじゃないですか、はいはいはい、まあね、はい、うん、そうね、自分の呪いでね、そうそうそう、うん、わかりますよ、そこまでは強いもんはね、はい、しないとは思いますけれども、わ、うん、かりませんよ、力加減がわかりませんから。大人になってきたね。もうわけわからんわからんわってね、なってる可能性ありますから。大変な信じですからね。うん、そうですね。まあこれからちょっとわからなくなりますけどね。うん、はい、だいぶ中国に。ああ、まあね、そうですね、うん。中国がね、ちょっとあれですから。あ、やっと。やらかすからね。年寄りは割とその日本のことを、はい、よく思ってない人たちも結構いるんでね、うんうんうん、まあそうですよね、はい、台湾行きたい、うん、ご飯美味しそうだし、はい、あーそうですね、津波にも一丁かみしてました、そうですね、パパポームさんのしでパパポームのおじさんがボンクラの分までツイートしてますよ、ね、台湾総督がお互いに頑張ろうと言ったのが感動的です、あ、はいはいはい、うん、そうですね、うん、まあ本当にね、はい、あまり死者も出ないように、そうですね、ね、なんとか救助していただいてっていう、ね。まあ落ち着いたら旅行にでも行ってね、はい、バンバンそこでお金でも使っていただきたいですね、お、う、金、ん、のある方は。うん、はい。うん、そう、日本円がそのまま使えるみたいなんで。はいはい。まあそういうお店もあると思いますしね。はい、うん、電車も日本円で乗れるみたいなんでね、ちっちゃい切符が買えるそうです。面白くないですね。面白くないって言っちゃうと、電車の車窓から見える風景がほぼ日本だそうですね。まあまあね。はい、で、なんか書いてある言葉もね、なんか分かりますからね、感じで全部。まあまあそうですね、はい。なんか分かってしまうっていうね、あの感じ。うん、はい、まあ、それぐらいでも楽しかった。楽ですよ。そう、楽だし、うん、気軽に行けるところだと思います。近いですしね、飛行機で行ったら、はい。沖縄行くぐらいだったら、台湾行くかな。まあ、大して距離変わらないですから、ね。見えるぐらいですからね、はい、日本からね、日本の沖縄のなんとか島、波照間島からどうか分かりませんけど、何かから見えるんですから、はい、はい、ということで、はい、はい、はい、次行きましょう、はい、お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございます。感想や取り上げてほしい話題などがあれば、お気軽にコメント欄へお書きください。また高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。